皆さん、こんにちは。今日はパリオリンピック目前に起きた体操女子日本代表の宮田笙子選手の代表辞退について詳しくお話しします。この出来事は日本のスポーツ界に大きな衝撃を与え、さまざまな議論を巻き起こしました。宮田選手は19歳の若さでパリオリンピックの日本代表主将を務める予定でした。宮田選手は内部告発によって喫煙の疑いが浮上し、代表を辞退することになったのです。この決定は多くの人々に驚きと戸惑いをもたらしました。なぜこのような厳しい処分になったのでしょうか。そしてこの決定は適切だったのでしょうか。さまざまな角度からこの問題を掘り下げていきたいと思います。まず事の経緯を振り返ってみましょう。7月19日、日本体操協会は東京都内で緊急会見を開きました。そこで発表されたのが宮田笙子選手のパリオリンピック出場辞退でした。宮田選手は喫煙と飲酒が確認されたため五輪出場を辞退したのです。この発表は多くの人々に衝撃を与えました。宮田選手は日本のエースとしてパリオリンピックでの活躍が大いに期待されていました。事の発端は宮田選手が合宿のため訪れていたモナコでの出来事でした。オリンピック代表選手としての喫煙行為及び行動規範違反があったとしてチームを離脱することになったのです。協会が調査を進め、本人は帰国することになりました。その後協会が帰国した宮田選手に聞き取り調査をした結果、疑惑の喫煙行為に加えて飲酒行為も発覚しました。日本体操協会は内部通報者が誰なのか明らかにしませんでした。西村氏は情報の出所についてこのように話しています。内部通報者ということは田中本部長からも直接聞いている、決して外部からではないと認めました。関係者によると宮田選手に対して以前から素行の悪さを問題視する声があり、喫煙について過去に厳重注意を受けていたとの証言もあります。宮田選手は前夜の段階で発覚した喫煙に加え、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターの居室内での飲酒が判明しています。また宮田選手の喫煙飲酒の画像が流出したこともありました。これによりパリオリンピックの出場を辞退することになったのです。この出来事は単なる一選手の問題ではありません。日本の体操界全体に大きな影響を与える出来事となりました。特にパリオリンピックを目前に控えた時期だけにその影響は計り知れません。宮田選手の辞退により日本の女子体操チームは4人での戦いを余儀なくされることになりました。60年ぶりのメダル獲得が目標だった女子団体ですが、この戦力ダウンは深刻な問題となりそうです。しかしこの問題は単に競技面だけの問題ではありません。スポーツ選手の倫理観や選手育成の在り方など様々な問題を提起することになりました。特に19歳という年齢での喫煙飲酒行為は法律違反という側面もあります。日本では20歳未満の飲酒喫煙は法律で禁止されているからです。しかし一方で19歳という年齢を考えると厳しすぎる処分ではないかという意見も出ています。この問題に対する反応は大きく2つに分かれました。一つはルール違反は厳しく罰するべきだという意見です。もう一つは19歳の若者に対して処分が重すぎるという意見です。特に注目すべきは多くの著名人がこの問題について意見を表明したことです。高須クリニックの高須克也院長は自身の SNS で次のように述べています。ルールは守らなければなりません。しかし未成年者は発達途上の未熟者ですので立ち直り不可能なほどの罰を与えないのが大人の良識だと思います。また教育評論家の荻直樹氏も機械的な厳罰主義に偏っているように思いますと述べ、処分の厳しさに疑問を呈しています。ひろゆきこと西村ひろゆき氏も他人に迷惑をかけない喫煙をした19歳がオリンピックの夢を奪われるのは罰としても過大すぎると指摘しています。さらに高知昇さんは真偽のほどはまだわからないし、こんなことを言うとまた叱られそうだけど喫煙で五輪代表剥奪になったらあまりに気の毒だと思う。やったことと結末が釣り合わない。それだけプレッシャーやストレスも大きいってことだよな。
目くじら立ててる大人たちが19歳の時はさ、タバコ吸ってるやつなんかゴロゴロいたぞ。19歳の飲酒喫煙で大人たちがこんな一斉攻撃するのやめようぜ。少し前なら19歳は未成年として重大犯罪者だって顔出し実名報道されなかった。飲酒喫煙でこんなに追い込む必要あるか。誹謗中傷は命を脅かす危険だってある。人一倍頑張ってきた若者の少しばかりの失敗を大げさに騒ぐことが正義なのか、とコメントしています。米山隆一衆院議員はこの事件を通して辞退撤回運動を展開したいと話しています。仮に喫煙が事実だったとして厳重注意の上半成分の一つも書いてもらえば良いことではないかと思います。重ねて協会は冷静な対応をと思います。五輪辞退後には、いやさすがにそれはひどいのでは、辞退撤回運動を展開したいくらいです、と話していました。このようにたくさんの著名人がこの事件に関して事態に否定的なコメントを残しています。これらの意見は単に宮田選手の処分の是非だけでなく、日本のスポーツ界全体の在り方に一石を投じるものとなりました。特に若い選手たちへの指導や育成の在り方、そしてプレッシャーの問題など多くの課題を浮き彫りにしたのです。ではなぜ日本体操協会はこのような厳しい処分を下したのでしょうか。その背景には体操が日本の誇るお家芸であるという事情があるようです。日本体操協会の日本代表選手役員の行動規範には次のような記述があります。体操日本という称号は長い栄光の歴史の中で先人たちの競技成績だけでなく行動により培われたものである。一部の選手や役員の行動により先人たちが築き上げた栄光の歴史を汚す行為は決して許されない。さらに基本方針として日本代表選手役員は日本国民を代表するにふさわしく礼儀と規律を遵守し社会の模範となるべき選手役員であることと強調しています。喫煙と飲酒についても日本代表チームとしての活動の場所においては20歳以上であっても原則的に禁止すると明示しているのです。これは他の競技団体には見られない厳しい規定です。20歳を超えても原則禁止としている競技団体は他にはないのです。このことからも日本体操協会が栄光の歴史を重視し厳格な行動規範を設けていることがわかります。しかしこの厳格さが今回の処分の重さにつながったとも言えるでしょう。いかがでしたでしょうか。今回はパリオリンピックを目前に起きた体操女子日本代表の宮田笙子選手の代表辞退について詳しくご紹介しました。未成年喫煙飲酒でオリンピック目前に辞退となった宮田笙子選手ですが、再び日本体操界を牽引していくのでしょうか。またこの事件を通して宮田笙子選手自身はどのようなコメントをするのでしょうか。これからの宮田笙子選手から目が離せませんね。注目しておきましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。